ある方、はい、あ、結構いるじゃないですか、はい、青森の方、いないですか、ね、私も東京の田梨の方で、青森じゃないんですけど、修行は青森に行きまして、それでいつも夏になるとねぶた祭りがやってて、ラッセー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 拙い横声を吹いて、ちょっとメンバー紹介、鉄橋じゃない山本亮、はい、よろしくお願いします。西村亜希、よろしくお願いいたします。はい、2人とも私の教室の生徒さんです。はい、三味線すごく上手です。私よりも2人とも。で、だけど太鼓やってもらうと、三味線を見てもらうと、はい、ちょっと杉並区の太鼓をお借りしまして、初めて疑似ねぶたを皆さんにしよう、疑似じゃなくて、あ、ここは青森市内に今変わりまして、新町通りの一角です。はい、皆さん映像を見ながらイメージしながら、私がラッセーラーラッセーラーと言ったら、ラッセーラッセーラッセーラーと言ったら、リズムがありますから、ラッセーラッセーラッセーが1、2、3、同時リズムね、はい、リハーサルから、ラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラー、なかなかいいリズムです。でもちょっとやっぱりね、にぎやかさが足りないので、大きい声でいきましょう。ラッセーラー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 、ちょっと間違えてる人いると思う、でもいいと思う、間違えちゃう。ラッセーラッセーラ、これだんだん速くなっちゃう。でだんだん速くなると、私のあの横笛の息の量が間に合わなくなって、酸欠で倒れちゃいます。あまり速く言わないようにして。ラッセーラーラッセーラ、ラッセーラー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 
ってきました。皆様ありがとうございました。津軽三味線の演奏でした。ありがとうございました。